アルプック。アルプックとは、マサチューセッツ工科大学のニコラス・ネグロ・ポンテを中心とする NPO である。一般に100ドルノート、PC として知られているノートパソコンアルプック XO-1 を開発した。アルプックは、世界中、特に開発途上国の子供たちに革新的な教育理論に基づく学習の手段を提供することを目的として、 活動している NPO である。このプロジェクトの実践にあたり、必要となるハードウェアとして、XO と呼ばれる、ラップトップソフトウェアとして、Sugar と呼ばれる親しみやすい、ユーザーインターフェースや、スクイークイートーイズなど、そしてこれらを学習コミュニティとしてつなぎ合わせる、メッシュネットワークやコンテンツの開発、コンテンツを提供する、スクールサーバーの開発などが現在世界のボランティアの力を得て、 進行中である。このうち、特に、日本国内で、マスメディアに取り上げられることの多い、俗に、100ドルパソコン、と呼ばれるラップトップ、XO は、それを持ち歩く先がどこでも、学校になるように非常に高い体環境性、低消費電力といった特徴を備える。しかし、アルプックの活動目的はあくまでも子供たちへの、教育の機会の提供であって、 ラップトップの開発自体や情報格差、デジタルデバイドの解消が主たる目的ではない。ネグロポンテは教育プロジェクトであって、ラップトップ開発プロジェクトではないと語っている。製造は台湾のクアンタコンピュータに委託することが決定しており、2006年中に評価用の試作機を完成し、2007年には同パソコンがウルグアイやブラジルなどの児童らに配布されテストされている。 当初の価格は130から140ドル程度となるが2008年末までには通称通りの100ドルに低価格化する予定2007年時点のコストは175ドルであるその性格上開発途上国政府を通じた現地の小学生らへの配布が中心であるただし一般ユーザーに対しても e ーベを通じて450ドルで販売し その収益でより多くのパソコンを寄付するアイデアがあるが、詳細は決まっていない。2007年11月に2週間限定で Give One Et One プログラムを開始。これにより、アメリカとカナダの一般ユーザーに2台400ドルで、アルプックのホームページで新販売が行われた。1台は途上国に寄付、2台目はユーザーの元に届く。プログラムは、 1>, 1日あたり200万ドルの寄付金を集めることに成功。2007年11月23日に終了する予定であった取り組みは同年12月31日まで延長された。さらに大量注文の場合の値引きすると発表100から999台を1台300ドル。 1000から9999 99台を1台249ドル、1万台以上を1台199ドルで政府や教育機関に販売することを発表した。また、は2008年にも実施された。2007年は、送付先が米国、カナダに限定されていたが、2008年はアマゾン社などの流通大手の協力により、 より広範囲な国々への通信販売が可能となった。ただし日本は対象国には含まれなかった。アルプックはシーモア・パパートが開拓した構成主義学習理論アラン・ケイの業績、そしてニコラス・ネグロ・ポンテの著作、ク、ビーイングデジタルに書かれた権利を基盤に据えている。創設に協力した会員は Google、ニューズ・コーポレーション、AMD、 レッドハット、ブライトスターノーテルであり、それぞれプロジェクトに200万ドルを寄付した。これら3名の個人と6つの企業がアルプックにおいて主導的な立場にある。XO は教育市場をターゲットにした1997年のアップルニュートンをベースにしたエマテ300に似た点もあるが直接のつがりはない。アップルは MacOS 10のアルプック版の開発。 無償提供を申し出たが採用されなかった。ネグロポンテは2005年11月16日にチュニジアのチュニスで行われた世界情報社会サミットの第二フェーズにおいてノート PC の2つのプロトタイプを発表した。一つは動作しない形だけのモデルで、もう一つは外部の基板とキーボードを使用した未完成版だった。発表された機器は 一般的な基板を使用した荒削りなプロトタイプだった。ネグロポンテはディスプレイだけは3ヶ月以上の開発を要すると見積もった。動作する最初のプロトタイプのデモは2006年5月23日に開催されたカウントリータスクフォースミーティングで行われた。製品版では同じサイズの個体により大きなディスプレイが搭載されると期待されている。 ノート PC の出荷は2006年終わりから2007、はじめの予定。2006年、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムで国連開発計画、UNDP はこの計画を支援する予定であると公式発表。発展途上国の特定の学校に対する技術と資源を供給するため、アルプックと共同で作業に当たるだろう、との声明を出した。 2005年12月13日、アルプック理事会は、100ドルノート PC 計画のオーディムに、クアンタコンピュータが選ばれたと公表した。この決定は、理事会が数社の製造企業による入札を審査して、なされたものでる。クアンタコンピュータは、しなければならないことは、たくさん残っていると強調した。まだ膨大な量の研究と開発が必要であるが、うまくいけば、来たる2006年の後半には、 最初の完成品を製造する準備が整えられるだろうその次の半年間でクアンタ研究所のチームは100ドルノート PC に注力する予定である。2015年2月アルプックからスピンアウトしたオーストラリアの団体ワンエデュケーションファンデーションがモジュラー型の子供向けタッチパネル搭載の低価格 PC インフィニティの計画を発表した。2015年11月現在 20台以上の場合1台あたり US239 ドルで早期予約を受け付けている。もともとこの計画は100米ドルを目標にしていた。2006年5月、ネグロポンテはレッドハットの年次ユーザーサミットで価格は流動的だ。我々は非営利団体である。2008年までに0 0ドルにすることを目標としているが多分135ドル。 もしかしたら140ドルになるかもしれない。ただ、これは最初の価格であって、必要なのは出荷の度に安くすることだ。価格は下がることを約束すると発言したが、2007年9月の時点で199ドルという当初予定を大幅に上回る価格であり、2008年までに100ドルという目標は達成されず、2009年12月の時点でも172ドルであった。 パイソンで記述されたと呼ばれる独自のグラフィカルユーザーインターフェース環境を備え、その下でアクティビティと呼ばれるアプリケーション群が動作する。は、メッシュネットワークを介したコラボレーションを前提に設計されており、複数の子供が同一のアクティビティに参加して共同で作品を作ることが可能である。アクティビティには、ウェブブラウザ、ワードプロセッサー、ペイントツール、 月月クイートスなどが用意される2006年8月4日ウィキメディア財団はウィキペディアから選ばれた記事がアルプックに含まれる予定であることを発表した。ウィキメディア財団の理事長、ジミー・ウェールズは、アルプックの使命は、我々の目的、百科事典の知識を無償で、世界中の、あらゆる人々に配布すること、と手を携えていくことになるだろう。 まだ世界中すべての人がブロードバンドな接続を持っているわけではないのと話した。ネグロポンテは以前から100ドルパソコン上でウィキペディアを見たいと考えていた。ウェールズはウィキペディアがキラーアプリの一つであると思っている。ネグロポンテの広報によると様々な方法ですでに以下の国が提携しているという。しかし提携に強制力はない。パソコンは 各国政府を対象に売られの理念のもと教育関係の省庁を通じて配布される。マサチューセッツ州知事ミッド・ロムニーは州内の全自動に100ドル PC を配布する法案を衆議会に提出した。ナイジェリアは100万台の注文を決めた最初の国である。2006年10月11日、ニューヨーク・タイムズ市はアルプックがリビア国内の 全120万人の生徒にパソコンを供給することで、リビア政府との合意に達したと報じた。この2億5000万ドル、日本円にして約300億円の契約の中には、衛星によるインターネットアクセスの整備、学校ごとに1台のサーバー、技術的なサポートも含まれる。インドは公的資金が主々の製作所に載っている確実に必要な施策にさえ、 足りない状況が続いているのに、議論の余地もある計画に対する、この規模の支出は容認できない。として、計画の主導に加わるのを諦めた。アルプックは、もともと100ドル PC を各国の政府を通じて飲み売り出すことを計画していたが、ネグロポンでは、知名度の高い製造業者が商用製品を作ることに提携しても良いと発言した。 225ドル程度で売り出すことができれば、発展途上国への物品支援になるはずである。2013年、アマゾン川流域を口のペルーの子供たちへ配布した、プロジェクトについての番組が制作され、2015年10月に NHK にて放送された。ネグロポンテや、ジミー・ウェールズ、米国政府やグーグル等多数の人たちもインタビュー、されている。 XO-1 はオペレーティングシステムとして Linux を採用しフルカラー、フルスクリーンの液晶ディスプレイを搭載したノートパソコンであった。本体は頑丈で自己発電でき無線 LANIP 電話が可能でタッチパッドを備える。開発責任者のはハードウェアの設計方針を以下のように述べた。ソフトウェアの設計要件と教育での具体的な 利用方法は、アルプックウィキに記述されている。MIT メディアラボは、と、の支援を得て、様々な利用形態を探っている。例えば、ノートパソコン、電子書籍、映画館、シミュレーション、海外用タブレットなどに利用する方法が挙げれる。XO-3 は、アルプックプロジェクトの一環として開発されたタブレット、e-book であるが2012年11月に中止され、 XO-4 タッチに置き換えられた。2画面式の XO-2 の中止により、タブレットコンピュータとして設計された。ライブの動作は、XO1.75 で、同じ ARM プロセッサーである。また、タブレット端末の計画は、通常の Android を採用した、XO タブレットに置き換えられた。XO-3 は8インチ4。 3024X768 解像度のディスプレイとマーベルテクノロジーグループのマーベルアーマーが複差618ソックを備える。XO-3 は手回し式発電機や太陽電池のような革新的な充電方法に対応するとされていた。XO-3 タブレットは予定では2012年に100ドル以下の価格で販売する予定だった。 XO-3 と太陽電池と手回し式発電機のオプションは2012年1月にコンシューマーエレクトロニクスショーで BBC ニュースの技術番組のクリックで公開された。7インチの液晶画面を備えたアンドロイド端末。従来は XO タブレットと呼ばれていた。2015年11月現在、最新のアルプック環境。 2012年9月から開発されており、2013年の CS で初披露された、デュアルコアの ARM7 アーキテクチャー CPU、Marvel PJ4 を搭載し、Fedora 18ベースの OS を採用2点までに対応できる新しいタッチスクリーンを搭載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。